はい、えー、仕事が終わってですねあの、帰ってきたところですけれども、おまあ明日の朝やろうかなと思ったんですけどね、あのちょっとあの WWE の女子を見てしまったものですから、えー、単語というかですね、4つだけあの作りました、えー。そして上からですねあの、あの、まあ解説ではないんですけれども、 まあ、あの、読んでいって、まあ自分の考えていることっていうか、を音声にしようかなと思ってですね。え、明日の朝にしようと思ったんですけど、まあ短めに。ショーダーズダウンっていうのはですね、あの、まあこれ、プロレスファンでしたら、あの、すぐわかりますよね。プロレスというのは、あの、相手の肩を、両肩を、え、マットですかね、につける。え、私の、 子供の頃はあの古舘一郎アナウンサーが全盛期の時でしたけれども、最近もあの動画やってますよね。上沼恵美子さんとコラボしたみたいですけど、見てないですよね。ちょっとあの見る気になりませんよね。古舘一郎、上沼恵美子さんというのは、なぜかというと、二人とももうテレビで十分 語り尽くしてるもんですからちょっと YouTube でなんで見なきゃいけないのっていう気はしますよね。えー、でこれがショルダーズダウン最初の、えー、肩をですねこうプローチというのはあフォードすると相手の肩を両肩を、まあ、マットあるいはリングに、えー、密着させるっていうんですかねそういうスポーツであると。 猪木さんはスポーツ平和党と言いましたけれども、これが大体最初の項目ですね。あと、キックアウトというのはですね、あの、ショーラースダウンをキックアウトっていうね、あの、つなげて、つなげて大体出てくるんですよ。要するに、まあ、カウント1で返すっていうのがあんまりないですけど、カウント2で、まあ、跳ね返しますよね。あの、ですからファンっていうのは、カウント2なのか、3つ入るかどうかっていうとこで、 あの、固唾を飲むっていうかね、固唾を飲んでっていうか、どうなるんだろうか。まあもちろん、あの、総合格闘技はですね、あの人気の時は、あの、プロデューサは説得力を失ってしまったわけですけれども、えー、久しぶりにあの、アメリカの女子を見ましたけどね、まああの、メンバーもあんまり変わってないし、まあ見てて、まあ面白いので、面白いので、 まあ、あのリブ・モーガンがチャンピオンになっているとは思わなかったですけど、えー、その、まあ、英語の表現を見ながらですね、あのー、アングルについてちょっと話すというところかなと思います。キックアウト。これは就職先でもクビになるのをキックアウト。会社からキックアウトされてしまったみたいなね、そういう表現もあるかなと思いますけど。 えーまあ、とりあえずプロレスの範囲内で、えー、ロンダ・ラウジーというのはですねもともとはオリンピアじゃないですかオリンピアで柔道家、えー、そして総合格闘技でも非常、まあ、まあ、ちょっと僕見てなかったですけどね UFC ですねあの UFC が WWE を買収したんじゃないかなと思ってますけどですからその本当の猛者というかですね、まあ、日本でいうとカンドリー 忍でしたっけね本当に強い人を、まあ、プロレスのリングに、えー、上げているという、まあ、猪木さんも、まあ、そういう発想でしたよねあのプライド戦士にプロレス,スさせてみたらどうか、まあ、現在で言ったら、えー、桜庭和志選手ですか桜庭和選手が、えー、ノアのリングに、まあ、たまに上がってるのかあ,あれですけど。 ただ、もう、あの、ファンの方も、時間が経過して、あの、プロレスはプロレスで、あの、総合は総合っていう区別で、見てるんじゃないですかね。あの、私も、あの、有田哲平の動画、あの、どっちか言ったらよく見るんですけど、えそんなように感じます。で、ロンダ・ラウジが、ウィザーバート・イン・ハンドですね。イン、イン・アではないですね。イン・ハンド。これはなんかバット持って、 え、ちょっとデスマッチみたいな様相を提したのかなと。ロンダー、with a bat, in, in hand って言わないといけない。in a, in a hand って言うとどうなんでしょうね。そういう表現があるかどうかわかりません。もうアメリカで育ったわけじゃないのでね。で、最後にまあ、2位と。 膝を、ねあのー、最初に K がつくので、これ、ナイフっていう時もね、K がつきますよね。まあ、アメリカの英語のスペル、ちょっと、あのー、こういうところがあるんですよね。まあ、癖があると。ナイフの時も K がつきますね。で、に膝っていうのは、まあ、プロレス中継ではよく、えー、新日本であれば、坂口誠二のおーにーパット、にーアタック、全日本であれば、あーにージャンボツータのね、代名詞みたいな。 ジャンピンピグにアタックか2パット、パットていうのはその膝当てのことを言ってるのかよく分からないですけど、そんな、あのーまあ、おそらく、あのー、キックボクシングが流行して、あのーまあ、レスラーもま似して使い始めたのかなってよく分からないですね、ルーツはね。膝蹴りですから、あのー、プロレス が成熟して。その総合格闘技とへ。併設されるようになると。あのー、単純にジャンプせずにね、膝蹴りをしても説得力。を得るようになったわけですよね。だから、田村、田村清、きよし、きよしに対して、前田、あきらが。あきら選手が、えー、膝蹴りをするとかですね。そういう、あの、別に、ジャンピングにいようしなくてもですね。あの、説得力を得た。 まあ前田選手の場合はあこう回し蹴りみたいにして、ね、フライングにアタックみたいな、えー、そういう大技もんあったわけですよね。えーまあ、前田あー氏もおー YouTube やってみますけれども、えー、とりあえずですねあの4つう英語で英単語というわけではないんですけれどもおまたですねあのプロレスを見て え面白い表現だなと思ったらですねあの以前やっていたんですけれどもやめてしまったんですよね、あのー、プロレスに対するそのパッションっていうのがもうないもんですからね続かないんですけどまあもう一度やってみようと思いますね、えー、ですからあーサマースラムかな今夏ですからサマース,マースラムに向かっていろいろ前哨戦が 展開しているのじゃないかなと思ってますけどまだあのしばらく見てなかったもんですからあの全体像を把握してないんですよね。えまああのアスカもチャンピオンみたいなのでえどうなるのかなと思います。動画を見てますけどあのこれからの試合なのかあの例えば去年。 去年は22年ですね、例えば2020年,2020年ぐらいの試合も出てきちゃいますもん、出てきちゃいますもんですから、混同してしまうもんですからね、あのまあ、その辺自分の頭の中を整理して、えー、いち早くその現在のアングルをですね、あのアングルに、えー、自分を同一化してみたいと思います。 えー、9分30秒ぐらいまで話そうかなと思いますけれどもね。えー、ですから、現在もですね、あのー、アメリカのマッターですね、あのー、女子は、あのー、アスカとイオスカイですね、イオスカイ白いということでね、あのー、あまり、あのー、構造、構造というか、マッチメイクは変わってないですよね。えー、ですから、 えー、そういったところを追いかけながら英語で面白い表現があれば4つピックアップしまして、えー、その時のプロレスの話をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。